こんにちは、ゆりこです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。最近よく質問で来てたので、コメントの中でゆりこさんのピクチャースタイルの話をしてください。で、今日の動画では私のよく使ってるピクチャースタイルを公開します。そしてなんでこのピクチャースタイルを使ってるかの話をするので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。ではスタート。OK、 カメラのピクチャースタイルの話を今からします。そしてこの前はいろんなカメラの基本的な設定の動画はアップしてます。絞り、シャッタースピード、感度、ホワイトバランス、焦点距離など、どういう時に全ての設定を使ってるかの話をいろいろアップしてるので、その動画は全部下の概要欄に入れます。そして今日の動画ではもう一つすごく重要なテーマについて話します。ピクチャースタイルはどうやって決めてるかで、まあ今から言っとくけど、大体まあキヤノンユーザーとして話してるので、キヤノンのカメラ、自分の使ってるキヤノンのカメラの基準で話してます。キヤノンのカメラのピクチャースタイルの話をします。まあもしかしたら多分同じピクチャースタイル、同じ数字を他のカメラでも多分まあ当てはまるかもしれない。ちょっと多分名前が変わったりするかもしれない。で、キヤノンのカメラのピクチャースタイルに何が入ってるかというと、4つの項目が入ってます。最初はシャープネス。シャープネスは0から7まで調整できます。その次はコントラスト。コントラストはマイナス4からプラス4まで調整できます。次は色の濃さ、まあ、つまりサイドだよね。サイドもコントラストみたいな感じでマイナス4からプラス4まで調整できます。そして一番最後は色合い。色合いもマイナス4からプラス4まで調整できます。で、今撮影しているこの設定はもう全部0にしてます。シャープネス0、コントラスト0、濃さ0、色の濃さ0、そして 色合いも全部0になってます。で、今この環境で少しずつ変えて、実際に今背景がどんな風に変わるかを見て、そして実際にまあ一番最後に私がこの中の設定はどういう風に設定を作っているかを一緒に見てみましょう。最初はシャープネスを触ります。今は0の状態で、今からシャープネスを一番濃い設定にします。今シャープネスをマックスにしました。7です。こんな風に変わります。今はシャープネス7で、そして今はシャープネス0状態です。で、もう実は多分一番初期の設定、カメラの中のニュートラルの設定のシャープネスは多分真ん中ぐらいになってます。シャープネス3かな。で、シャープネス0はどういう時に使うかというと、まあ、例えば動画を結構本格的に撮ってる人は多分シャープネスとかは0にしたいと思います。なんでかというと、後で自分で調整することができる。で、一回シャープネスを振り切って6、7とかにすると、結局後で調整がいろいろ限られてくるので、だからそういう、まあ、動画とか撮ってる人は多分全ての設定を一番低い設定にするのが多分普通だと思います。そして次の設定に行きます。シャープネスからコントラストの方に行きます。で、今シャープネスをとりあえず0に1回戻して、で、コントラストを触ります。フラットの状態に戻りました。今は全部0の状態になってます。そして今からコントラストを触ります。コントラストは今0になってるけど、今からコントラストの一番弱い設定にします。一番濃くない設定にします。 OK、 コントラストは今マイナス4にしました。マイナス4にするとこんな風にあんまり濃くない色になったりします。そして、まあ実は私が結構コントラストのあるシーンで撮るのが多いので、今からコントラストを上げます。そして今コントラストも一番濃い設定にしました。コントラスト4でこんな感じになってます。そして次はもう一回初期の設定に戻してから色の濃さの話をします。で、色の濃さは今また0の状態になってます。でも実際に私が撮影している時に結構色の濃さ、まあ、触ることは確かに多いかな。だいたいまあマイナスというよりはいつもプラスにする傾向が個人的にあります。ちょっと色が好きなんで、今から完全に色の濃さをマイナス4にして、で、見てみましょう。今の色の濃さはもうマイナス4、一番サイドを落とした感じの写真になってます。ちょっと色が今あんまり、色の濃さがだんだん落として結構今マイナス4になってる。で、まあ、個人的に多分この設定ではあまり取らないかな。
で、今から一回色の濃さを逆にマックスにしてどんな感じになるかを見てみましょう。 OK、 色の濃さ今マックスにしまして一番サイドを上げた感じの画像になってます。まあ、これぐらいいくともうむしろ多分ちょっと変な色になったりする色 の肌色とかもあまり綺麗じゃないと思います。先ほど言った通りに、例えば動画撮影している時には今まで話した設定3つ、シャープネス、コントラスト、サイド、色の濃さは多分動画撮影している時になるべく一番色情報が入ってない感じにした方が後で動画は一番編集しやすいです。そして今から最後の設定、キャノンのカメラに入っている最後の設定を見てみましょう。色合い、OK、もう一回全ての設定をゼロにしました。全ての設定をゼロにして、で今から色合いを触ります。とりあえず一番左の方に行きます。今色合いがマイナス4になってます。マイナス4の色合いにするとこんな感じのに変わります。そして今から一回マックスにしてプラス4にしてみましょう。 OK、 そして今はプラス4になってます。プラス4になるとこれだけ色合いが変わってます。今はちょっとグリーンみたいな感じになってる、さっきはちょっとマゼンタみたいな感じになってます。これは色合いプラス4です。もう一回初期の設定に戻しましょう。 OK、 今もう一回初期の設定に戻りました。シャープネスの初期設定、コントラストの初期設定、サイドの初期設定、そして色合いの初期設定、全部今普通のフラットな状態にしてます。そして今から全部振り切ってもうどこまで濃い色ができるかを一回見てから、その後実際に私がどんな色を使うかをちょっと見せたいと思います。そして一番最後にめっちゃ大事なある話があるので、では今からちょっと濃い設定にします。 OK、 今は一番濃い設定にしてます。シャープネスマックス7、コントラストマックス4、サイドマックス4。ただ色合いだけは今は触ってない。まあ、なんでかというと、マゼンタかグリーンとかには今、まあ、振ってもあまりこの検証にはそんなに多分意味ないんじゃないかなと思います。では今はとりあえず全部マックスです。まあ、私がよく撮影している時にはこの状態には確かに近いかもしれない。ピクチャースタイルはこの状態にはちょっと近いかもしれない。でもう今から実際に私がどんなピクチャースタイルを普通に使っているかをやっと見てみましょう。OK、 これは私のピクチャースタイル、大体私のカメラはこのピクチャースタイルで撮影してます。そして、まあ、なんでこのピクチャースタイルにしてるか、大体まあシャープな写真が欲しいな、シャープな写真が欲しい。そしてコントラスト、私はコントラスト結構好きです。コントラスト入れるのが好き。そしてシャープは6にしてます。まあ、マックスまで7じゃなくて大体まあ6にするのが多いです。そしてコントラストもマックスじゃなくて1個落としてます。4じゃなくてプラス3にしてます。色の濃さもマックスじゃなくてサイドマックスじゃなくて大体2か、まあ、場合によって1とかにすることが私がほとんどです。そして色合いはまあ若干上げて、まあ、右の方にしてます。1にしてます。それで今こんな色になってます。大体私のカメラの画面とか、例えば人に見せるとか写真はこんな感じになってます。こんな感じのピクチャースタイルになってます。 OK、 ここまで見てくれてありがとう。そして今からめっちゃ大事な話があります。実はね、ピクチャースタイルはだいたい撮影している時に、ピクチャースタイルは何をしたとしてもいつも私が話しているローで撮影してますよね。ローで撮影してるってことはピクチャースタイルはローファイルには関係ないです。ローファイルには全てのピクチャースタイルの設定はゼロになってます。ローファイルは結局、まあ、ロー現像ソフトに入れると全てのピクチャースタイルの設定が消えます。で、なんで今までこんなピクチャースタイルを設定してこんな長い動画を撮ったかというと、大体私のピクチャースタイルの使っている目的が2つあります。1つはまずピクチャースタイルを設定している時にはピクチャースタイルはどういうふうに私が見てるかというと、ある意味カメラの中のちょっとしょぼいロー現像みたいな感じでピクチャースタイルを考えてます。で、どういうことかというと、まあ、例えばロー現像している時もコントラストを触るでしょ、サイドを触るでしょ、色合いとかも触るでしょ、シャープネスも触る。ピクチャースタイルも大体そんな感じ、シャープネス、コントラスト触って、まあ、ある意味それは最終結果に影響あります。でもかなりしょぼいロー現像になってる、かなり限られてます。
で、このピクチャースタイルでできてる設定とか色合いとかコントラストとかは結局あれは自分でロー現像したらもっとかっこよくできるんじゃねと思います。なので結局ピクチャースタイルは一番最初話してたみたいな感じで、動画撮る人は大体多分ゼロにしたいんだろう。自分もローを撮影しているので、なるべく一番ニュートラルな設定にしたい。ニュートラルな設定にして、そしてローファイルにそれが残らない。ローファイルをロー現像ソフトに入れると結局ゼロになってます。でももし JPEG のみで撮影してたら JPEG には入ってます。 JPEG に全部 MAX とかにしてしまったら結局あとは何もできない、あとは限られてます。でもローになってると実際に自分で調整できます。そして実際はロープラス JPEG で撮ればいいやんってだけの話だから、まあ、ローは自分で好きな風に調整すればいいし、 JPEG はそのまま、まあ、残ることがよくあります。まあ、それでもいいんだけど、実は私がほとんどローのみで撮影してます。もし万が一 JPEG も必要だったら、実はローの中に JPEG は実は入ってます。まあ、一つのファイルにはもちろんなっているけど、実はローファイルの中の JPEG を書き出ししようと思えば一応できます。でもまあ大体先ほど言った通りに、ピクチャースタイルっていうのはしょぼいロー現像で考えた方が多分一番いいと思います。なんでかというと、実際にローファイルを調整するときにこれだけ設定が入ってます。これだけいろんな設定がもう入ってるでしょ。実際にさっきの4つの設定をまあ結構限られた感じで編集するんじゃなくて、さらにいろんな風に編集できます。いろんな感じでクリエイティブな編集はいろいろできます。多分その方がさらに作品の幅、作品の仕上がりの幅が上がると思います。そしてさっき話してたけど、もう一つ、まあ、私がなんでピクチャースタイルを変えてるかの理由があります。一つはなるべく自分の作品に近づけたい。そしてもう一つが、まあ、よく撮影している時にはまあ例えば普通に結構プロモデル撮影していることもあれば、そして例えばよくブライダル撮影とかもしていることもあります。で、まあ、例えばブライダル撮影とかにしたら、まあ、大体撮ってる被写体は、まあ、一般の人でしょ。大体撮ってる被写体は素人でしょ。で、素人にそのフラットの状態の写真を見せると、うんってなることはまあ、あるかもしれない。そんなに色も濃くないし、でも多分一般の人はもうちょっと色の濃い写真を見せたら、もうちょっとサイドが上がった写真、コントラスト的な写真を見せるとだいぶ感動します。だいぶ人のリアクションが違います。普通に一般の人とか一般の被写体とかを撮るときには、普通のフラットの状態よりは少し色が濃い写真を見せた方が、その時の被写体の感動が全然違います。実際に写真を見せると全然違います。そしてここで一番最後に、まあ、ちょっと自分がよく使ってるさらにちょっと面白いコツを見せたいと思います。まあ、例えばブライダル撮影している時には、一般の人は、まあ、これを見ても多分感動するんだろうけど、この写真をモノクロとかで見せたら、さらに実際に自分の目で見えない写真を見せることができます。なのでたまにピクチャースタイルを私がまあモノクロにして、それで人に見せることもよくあります。例えばこんな感じです。いや、もうモノクロになってます。で、モノクロにするとまた全然違う感じ、違う雰囲気の写真になったりするので、結構面白い、よく使ってます。で、モノクロを使うのはまだ2つの理由があります。一つは、それはまた別の動画の話でもっと話すけど、実際に写真のモノクロにしてみると、特に照明とかを使ってるなら、光を使っている時には実際に光の影響を一番分かりやすく見ることができます。いらない情報、いらない色の情報とかを全部なくして見ることができます。で、もう一つの理由が、先ほど言った通りに人を感動させるためにモノクロにすることがあります。だいたい私がモノクロをしている時には赤いチャンネルでモノクロを使います。赤いチャンネルにして、そしてコントラストをマックスにします。とにかくもうマックスにしたい、振り切って結構コントラストのあるモノクロにはだいたいしたいです。まあ、こんな感じってことは、まあ、モノクロにしてしまったら結局あとは色を戻せないでしょうって、まあさっき話してた通りに、モノクロにしたとしてもピクチャースタイルをどんな風に触ったとしても、結局もしローで撮影してたらローファイルをフォトショップに入れると、そのモノクロとかも全ての影響を何もなし、そのまま
ローのフラットした状態から自分の色を作ることができます。 OK、 もう一回今カラーに戻って、で、まあ、実際にこういう風に私がピクチャースタイルの話をします。そして、まあ、いくつかのちょっと作品を見ながら、まあ、最後のこの動画を終わらせるんですけど、まあ、例えばピクチャースタイルありでの写真、ピクチャースタイル触った写真はこんな感じになってます。もしこの写真はフラットの状態でどうなってるかというと、こんな感じになってます。そしてこれを私がどう現像するかというと、こんな感じで私が仕上げてます。まあまあ自分の現像は多分カメラの中のピクチャースタイルより多分いいんじゃないかなと思います。そしてもう違う感じの作品を見てみましょう。これはピクチャースタイル入れた写真、まあ、JPEG のままだったらこんな感じになってるわけ。そしてローファイルをロー現像ソフトに入れたらこんな感じにこの写真見えます。結構色も残ってないし、結構あのフラットな状態になってます。多分自分はこの写真は多分人に見せないかな。そして自分のロー現像、まあ、そのロー現像も実は5秒10秒ぐらいで終わるんですけど、自分のロー現像を入れるとこんな感じになってます。またいろんな環境で触る前と触る後の動画はこれから作りたいと思います。でまだ私のチャンネル登録してない方はぜひ下の赤いチャンネル登録を押してくれたら、その動画も近いうちに見れます。これはピクチャースタイルありフラットの状態、そして現像してからの設定。これはピクチャースタイルありフラットの状態、そして現像してからの設定で、まあ、最後にこれはピクチャースタイルありフラットの状態、そして現像してからの設定。 OK、 今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。ちょっと長い動画になったけど、まあ、これでピクチャースタイルの謎がちょっと解けたんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとだけまとめてみると、ピクチャースタイルは確かにカメラの中で若干触ったりするこんな感じの設定にはするんだけど、そのピクチャースタイルは最終的にネットに公開したりとか何か印刷するときに必要なのかって言われても必要ではない、全く必要ではない。ピクチャースタイルを私からしたらあくまでも現場で人に見せるためのもの、そして実際にまあ撮影している時になるべくそのしょぼいロー現像で自分の作品までに自分のロー現像にちょっと近づけるためのものになってます。でピクチャースタイルは結局 JPEG にしか残ってない、ローで撮影してたらローには残らない。そしてまあこんな感じで結局ローファイルは自分で編集したい、それで自分の色で編集したいです。そういう風に私がピクチャースタイルを考えてます。皆さんはどんなピクチャースタイルを使ってますか？ぜひ下のコメント欄に皆さんのピクチャースタイルの設定とか考え方も教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。あとまあ何か質問とかがあればぜひ下のコメント欄に入れてください。そしてもし今日の動画を少しでもいいなと思ってくれたら、ぜひ下のイエイボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。 OK、 今日はピクチャースタイルの話で、また次の動画で会いましょう。バイバイ、イルコでした。